フアンデカルタヘナは、スペインの会計士で、フェルディナンド・マゼランによる、世界一修航会の参加者である。彼は、パタゴニアで、乗組員の不満に乗じて、反乱を起こしたことで知られる。カルタヘナは、新大陸における通商を取り仕切る、通商員の最高責任者であった、ファン・ロドリゲス・デ・フォンセカ市教の甥い、または諸子である。フォンセカは当時フランドル地方との羊毛交易で、 繁栄したブルゴス司教に就任しており、ブルゴス商人で後にマゼランに出資するクリストバルであるをはじめブルゴスの利権にまつわる人脈を築いている。カルタヘナ自身に後悔の経験はなかったが、1519年にマゼランが世界一周艦隊の司令官に任命されると、フォンセカのつてで艦隊の財務及び取引業務を取り仕切る総監察官に就任した。 共同司令官の立場にあった、ルイ・ファレイロが出発直前、スペイン国王カルロス1世から1519年7月19日付の通称伊賀手の書簡で艦隊から外されてからは、公認の巡司令官に昇格した。また、スペイン国王カルロス1世は後悔の報告をマゼランではなく、カルタヘナが行うことを命じた。カルタヘナの影響力を鑑みたマゼランは、彼を、 艦隊内でも最大艦たるサンアントニオ号の船長にした。それ以前に4月までにはカルタヘナと同じカスティーリア人であるアントニオ・メンドーサが財務官兼ビクトリア号船長にアントニオ・デコカが会計官にガスパル・デ・ケサーダがコンセプシオン号船長に就任し艦隊の中枢はポンセカの息のかかった人物で占められることになった。合わせて 艦隊内のポルトガル人を5人以内に制限する要通商員から圧力がかかり、マゼランは国王との協約や訓令を盾に反発した。スペイン人船員が思うように集まらなかったので、結局マゼランの親族3人を含む少なくとも30人以上のポルトガル人が航海に参加した。この本セカによる横やりは艦隊内に二重の権限を生じさせるとともに、 マゼランにスペイン人船員への不信感を抱かせることになった。マゼランとカルタヘナの反目は出航後すぐに浮上した。ステファンツバイクによれば、120トンのサンアントニオ号から75トンのサンディエゴ号まで、全席サイズの違う艦隊を統率するために、マゼランは徹底した上位ツ体制を構築。すべての艦船は、機関トリニダード号に追従することのみが要求され、 具体的な航路などの協議は一切なされなかった。各艦長は日没時にヘサキからマゼランに慶福の挨拶を示し、夜間到着の指令を受けた。しばらくはこの体制が続いたが、マゼランが当初の航路を独断で変更し、アフリカ大陸を南下し始めると艦隊内に動揺が生じた。この航路変更は失敗で、なぎによる2週間ほどの遅れや、 テネリフェ島南部で遭遇した暴風雨により食料の節約を余儀なくされる事態になった。カルタヘナはマゼランへの疑問をあらわにしたが、カルタヘナらに当初から不信感を抱くマゼランは失責で答えた。憤慨したカルタヘナは、以後、日没時の挨拶を代理人にやらせるようになり、やがては誰も出さなくなった。マゼランは、この木に誰が、 艦隊の支配者であるか判然と示すことにした。しばらくして、トリニダード号に全艦長を集めた。ようやく協議に応じたのかと集まった艦長たちの前で、カルタヘナは即座に逮捕された。今日疲れた、スペイン人船長たちは困惑し、面倒さが貴族に連なるカルタヘナを鎖で捕獲するのは、勘弁してほしい。せめて自らの艦に監禁することで許してほしいと。 嘆願するのが、精一杯だった。カルタヘナは船長を解任され、パタゴニアのサンフリアン湾に到着するまで、旅襲のみであった。マゼラン一行が冬を越した、サンフリアン湾1520年4月1日、サンフリアン湾での冬越しによって士気が大きく、低下していた艦隊において、いよいよ、面倒さ、ケサだ、そして、カルタヘナの公認艦長を解任されたコカはマゼランに、 対抗するべく、スペイン人船員たちから同志を募り、40人ほどが、こうした。その中には、フアンセバスティアン・エルカーノも含まれていた。彼らは手始めに、コカの手引きで、サンアントニオ号を吸収。船長で、マゼランのいとこである、アルバロデ・メスキータを拘束し、抵抗した副長のフアンデ・エロリアーを殺して、サンアントニオ号を主中にする。 こうして優位に立ったカルタヘナ一味は、艦隊が自分たちの指揮下に入った旨の通告を、機関にいるマゼランに送った。サンアントニオ号を、はじめ三隻が、判断側に落ち、小型のサンディエゴ号は、戦闘向けではない以上、トリニダード号のみとなったマゼランは一よにして窮地に立たされた。だが、今回もマゼランは彼らの今日つく収蔵列実の対応を取った。彼はまず、 ビクトリア号に、復讐のゴンサーロゴメスでエスピノサを派遣する。通告の返書を渡す死者を装ったエスピノサは、返書を受け取ろうと身を乗り出した面倒さを殺害し、ビクリトア号を制圧した。トリニダード以下三隻は直ちに湾口を包囲し、翌4月2日の夜、強風に煽られて突出したサンアントニオ号が打歩、されると、コンセプシオン号にいたカルタヘナ一味は観念し、降伏した。 反乱に加担した40人ほどのスペイン人船員は死刑判決が出され、ケサーダはエロリアーが殺害のトガで直ちに処刑された。ケサーダの従者、ルイス・デモリナに主人の首を打てば特殊するという取引をした挙句である。面倒さとケサーダの遺体は四つ先にされ、吊るされた。残りは鎖に繋がれて、船の補修作業に従事することで免罪された。 死亡者であるカルタヘナは親戚であるフォンセカに配慮して、同年8月24日にカタン社のペドロ・サンチェスで、ラ・レーナ神父と共に、わずかな水と食料を渡され、サンフリアンの地に置き去りにされた。二人のその後を知る者はいない。サンフリアンの高台にある十字架。最初の十字架はマゼランによって設けられたカルタヘナは、背後に通称員、フォンセカ。 そしてブルゴス商人の意図があるとはいえ、国王から信任された観察官であり、面倒さらカスティーリャ人船長たちも、また貴族階級に属する者たちだった。彼らには、スペインの名誉と国益のためにも、マゼランを監視する義務があった。マゼランが当初決められていた航路を変更し、それによって航海が停滞する事態に陥ると、 何ら協議も指示も受けていない彼らがマゼランに疑念を抱くのは当然のことだった。だが、古国ポルトガルの妨害や、ポンセから通商員の横槍を振り切って出版にこぎつけただけあって、マゼランが彼らに抱く不信感は彼ら以上に革新的なものであった。その差によって、彼らは早々に指揮権を奪われることとなった。カルタヘナラとしては、これ以上の無謀に付き合うことに、 危機感を感じながらも、欧米で参加した以上、後にエステバン・ゴメスが取ったように無断で離脱することも、あるいは自分たちと同等以上の権限を授かり、個人としても、器量、弾力の違いを見せつけられたマゼランを武力で排除するわけにもいかなかった。立場と現状との板挟みになったカルタフェナラが取った行動は、反乱というより、マゼランの変身を促す抗議活動に近いものがあった。 その動機の弱さは、サン・アントニオ号を制圧した後、彼らがマゼランに送った通告文から見て取れる。彼らがマゼランに送りつけたのは、最後通告でも挑戦状でもなく、単願書と銘打った、極めて低姿勢のものであった。この単願書で彼らは、自らの抗議活動を弁明し、あなたの提督権を奪う意図はなく、我々の待遇を改善してくれれば、たとえあなたを、 ここまでは専門と呼んだとしても、ここから先は、あなたのことを閣下と呼び、あなたの足と手に口づけするであろうと以後は、忠実に従うと記されていた。だが、前人未踏の僻地で、当時誰もが信じていなかったアメリカ大陸を断ち切る、海峡を探すという英雄的な使命感に燃えていた、マゼランに、彼らの悲鳴は届かなかった。マゼランは彼らの弱気を嘲笑うかのように、 まず人質がいるサンアントニオ号ではなく、ビクトリア号を船長殺害という手段で再生威圧した。指名達成の鬼となり、そのためにレディ、非常の判断も取れるマゼランの前に、カルタヘェナラは威圧され、後手に回り、やがて踏みつぶされる運命であった。1522年9月6日にビクトリア号が帰還し、マゼランの航海は本人を書いて終了した。この時点で、 カルタフェナラの実情を知らせることができるであろう。人物は、生還したエルカーノと、電気役を務めたアントニオピガフェッタ、そしてマゼラン海峡を目前で離脱した、ゴメスのみであった。このうち、途中離脱したゴメスは、自らの配信行為をことするために、マゼランの戦争を告発し、彼らは海峡を発見することなく死にたいたと訴えた。エルカーノが帰還したことで、 ゴメスの立場は危うくなったが、エルカーノ自身も反乱に加担した経緯を知られることを恐れるのは明白で、互いのお点をかばい合うように沈黙して栄誉を分かち合った。ちなみに、反乱の後再びサンアントニオ号船長に就任したメスキータはゴメスによって再び囚われたまま帰国し、帰国後もゴメスの告発によってスペインに囚われるなど都合三度差に繋がれることになった。 栄光に包まれたエルカーのヤゴメスに比べて、外国人であるピガフェッタは大した栄誉を与えられない、まま宮廷を後にした。発奮した彼は、その後、各地で、航海の電気を残していく。地球一周による、日付のズレを証明したこともあり、ピガフェッタの活動は16世紀の学会に広く、知り渡ることになり、結果として、マゼランに、普及の名声を与えることとなった。 ただ、艦隊の中枢にいなかったピガフェッタが伝えたのは、冒険の成果であって、途上の政治的圧力とは、無縁だった。一方、マゼラン氏をエルカーノと別れ、トリニダード号でパナマ地境ダリエンを目指していた一行は、皇天と飢餓で後悔を断念。モルッカ諸島に戻り、テルナテ島のポルトガル要塞に救助同然に打破された。そのうち、 公認の船長を務めていたエスピノサとスイフのヒネスでマフラーは拘束され、インド経由でエルカーノらに送れることを4年後、1526年に自力ではないにせよ、世界就航から帰還している。彼らはリスボンにて7ヶ月の交流の後釈放されている。すでにエルカーノも多戒しており、 そもそも面倒さ殺害の超本人である彼らからカルタヘナにまつわる証言がなされたという記録は残されていない。かくしてゴメスとエルカーノが沈黙しピガフェッタの活動によってマゼランの名誉が回復されフォンセカが1524年にこの要素り影響力を失うとカルタヘナらの真意を伝える者もその立場を弁護する者もいなくなってしまった。そして彼らは ハントとして、成功者たちの栄光、異業の影にうずもれることとなった。マゼランがカルタヘナとケサーダに下した裁きは、57年後に訪れた艦隊に危険な判例を与えた。太平洋沿岸のスペイン戦を試略するべく、マゼラン海峡を根城にしたフランシス・ドレークは、友人であったトーマス・ドーティンに背かれ、彼を鎖につないでサンフリアン湾に到着した。 このケサーだが首を打たれ、カルタヘナが置き去りにされた砂浜で、ドレイクはドーティに同じように死ぬか、置き去りにされるかを問うた。ドーティは死を選んだ。ツバイクは繰り返された死の裁判を、カルタヘナらの暴動の顛末の最後に取り上げ、こう締めくくっている。人類の最も記憶すべき事業がほとんどいつでも流血に怪我され、最も過酷な人々が、 最大の成功を収めるということは人類の永遠の宿命なのだ。ありがとうございます。